関西大学体育会ラグビー部は大阪府水田市にある関西大学のラグビー部。関西地区で3番目、全国でも9番目に古い歴史を持ち、全国大学ラグビーフットボール選手権大会に5度出場している。2023年には創部100周年を迎える伝統校の一つ。1923年に創部され、関西では1910年創部の 第三高等学校、1911年総部の同志社大学に次いで3番目、国内では8番目に古い伝統を持つ。創立当初は同志社大学、関西学院大学との参考リーグ戦に参戦。1925年には第一回阪神専門学校リーグ戦に参加している。1926年には阪神ラグビーリーグで4戦全勝し、 関西大学専門学校ラグビーリーグでも優勝を果たしている。第二次世界大戦の影響で1942年4月から1945年末まで休部となったが活動を再開し、1947年にはヨカ大会関西予選で優勝し、全国大会へ出場を果たす。1950年にも全国新生大学大会近畿地区で優勝し、 全国大会出場を果たすなど、競合校として、関西のラグビーを牽引する存在だった。1954年には、全国地区対抗大学ラグビーフットボール大会で、初優勝を果たした。全国大学ラグビーフットボール選手権大会には、第1回大会の1964年と1966年から3年、連続出場。第1回大会と、 第3回大会では、厚生大学と対戦し、第4回大会では、福岡工業大学と対戦し、第5回大会では、早稲田大学ラグビー19部と対戦し、いずれも、初戦で敗れている。それから、B リーグ降格を経験するなど、長きにわたって出場がなかったが、2015年に、リーグ戦3勝4敗ながら、A リーグ4位となり、47年ぶり5度目の、 全国大学ラグビーフットボール選手権大会出場を果たす。第52回大会では、中央大学、大会6連覇中の帝京大学、厚生大学と対戦している。2年間、指揮を取った森正樹が、退任優勝2位1923年に創部して、以来、関西の大学ラグビーを牽引する存在だったが、1979年に初の B リーグ降格。 翌シーズンに A リーグ復帰を果たすが、わずか1年で再び B リーグをちした。1981年のシーズン以来、2012年に、節南大学を破り、A リーグ復帰を決めるまで、31シーズンにわたって B リーグに所属していた。B リーグ降格後も1980年代は、AB リーグ入れ替え戦出場の常連で、毎年のように A リーグ復帰に挑戦していた。 が、積極的にスポーツ推薦入試を行うた大学に、対し、次第に水をあけられる形となり、1990年代の入れ替え戦出場は1997年のわずか一度のみとなった。入れ替え戦では、立命館大学と対戦し、大敗を喫している。さらに2000年代に入っても低迷が続き、2009年シーズンに、 入れ替え戦出場を果たすまで1998年から2008年までの11年間、一度も入れ替え戦に出場できないという暗黒時代にとなった。低迷した理由としては、他大学のスポーツ推薦が活発になり、さらには、新興勢力の大阪産業大学や、花園大学などが外国人留学生での補強を行う一方で、リクルート活動が順調でなかったことが挙げられる。 なお、BC リーグ入れ替え戦への出場はなく、ワーストだった1996年シーズンは、リーグ再編でチーム数が8から10へ変更されたため、C リーグの上位にチームが自動昇格となり、入れ替え戦は行われなかった。2009年シーズンは、1990年シーズン以来、実に19年ぶりとなる開幕戦から7連勝を飾り、 その年に優勝した近畿大学に赤敗したものの、最終戦でも花園大学に勝利し、8勝1敗で12年ぶりの入れ替え戦出場を果たした。入れ替え戦では、大阪体育大学に13の36で敗れたものの、A リーグとの差を確実に縮めていることを証明した。翌年の2010年シーズンでは、総武史上初となる開幕8連勝を飾り、 二年連続の入れ替え戦出場を果たした。なお、同年の A リーグは類を見ない大混戦で、京都産業大学、立命館大学、大阪大育大学、同志社大学の4チームが3勝4敗で並び、規定により、かつての名手、同志社大学が入れ替え戦に回る大番狂わせとなった。その同志社大学を相手に先制点を奪うなど、 好ゲームを演じたが、最後は、自力の差が出て10から45のスコアで敗戦。30年ぶりの A リーグ復帰はお預けとなったが、前年に引き続き、古豪復活の手応えを感じさせるシーズンとなった。2011年シーズンは開幕当初、B リーグの優勝候補筆頭と目されていたが、龍谷大学、大阪産業大学に、僅差で敗れ、3位となり3年連続の、 入れ替え戦進出はならなかった。しかし2012年シーズンは A リーグ、B リーグを通じて、総武史上初となるリーグ戦前勝でリーグ優勝。21年ぶりの B リーグ王者として入れ替え戦に臨み、説南大学を32から17で破り、悲願を果たしている。2012年に21年ぶりの B リーグ王者として入れ替え戦に臨み、 節南大学を退け、悲願の A リーグ昇格を果たすと、翌2013年には A リーグの初戦、近畿大を相手に36の32で勝ち、32年ぶりの A リーグ勝利を飾っている。B リーグ時代から、入れ替え戦を含む11連勝を記録する勝利となったが、その後は、金差の試合を落とすなど、6連敗を喫し、7位でシーズンを終了。 AB リーグ入れ替え戦に回った。入れ替え戦では B リーグ2位の切断台にまさかの敗戦でわずか1シーズンで B リーグへ逆戻りとなる。翌2014年には2012年同様全勝で B リーグを通過し、入れ替え戦では2009年に敗れた大体大を圧倒しわずか1年で A リーグ復帰を決めた。2015年は 前年度覇者の間学大を41から19、節難大を32から19、最終戦で、近畿大を36の27で破り、A リーグ3勝をマーク。3勝4敗ながら、リーグ規定により、4位とな四47年ぶりの大学選手権出場を果たしている。大学選手権への出場は1968年以来5度目。セカンドステージ3戦目で、 厚生大学に勝ち、悲願の大学選手権初勝利を飾っている。2017年は、夏合宿から関東一部リーグを相手に、連勝するなど、充実した中で迎えると、初戦の近畿大に対し、逆転勝利で開幕白星。2戦目に、共産大に敗れたものの、3戦目では1963年以来、公式戦で勝つことがなかった、同志者を相手に14から5の、 ロースコアで勝ち、新たな歴史の1ページを刻んだ。2018年は、開幕戦で、天理大27の116という歴史的大敗を、キッスと、その後も勢いに乗れず、前戦するも勝ちきれない試合が続き、リーグ戦7戦すべて敗戦でシーズンを終了。2年ぶりに回った入れ替え戦では、序盤から主導権を握られ、後半に猛追するも及ばず、二千十四年以来の、 B リーグへ降格した。入れ替え戦も含め、シーズンを全敗で終えたのは、過去にも、ほぼお礼がない。翌2019年には、全勝で B リーグを通過し、入れ替え戦では大体大を圧倒し、わずか1年で A リーグ復帰を決めた。2020年に起こった新型コロナウイルスの感染拡大により、他競技と同様、大きな影響を受けた。定期戦の席、積戦。 法制戦は中止。法制戦は2019年に起こった水田警察署、千里山交番警察官襲撃事件による中止に、続き、2年連続で開催されなかった。リーグ戦自体は当初、実施しない方針だったため、交流戦として公式戦が開催された。その後、大学選手権の実施の決定や、感染拡大状況などを踏まえ、リーグ戦実施が決まると、 前年の順位の奇数グループ、偶数グループに分けての総当たり戦、その成績に応じて順位決定戦を行う方式で行われた。同志社大、京都産業大、立命館大に敗れ7、8位決定戦に回る予定だったが、5、6位決定戦に出場予定だった近畿大がコロナ感染により出場を辞退。オットで7。 8位決定戦に出場予定だった雪南大が繰り上がり、関西大は不戦勝でリーグ戦7位となった。関西大学と関西学院大学の体育会館で行われる総合定期戦で毎年6月下旬に開催される。ラグビーでは前哨戦としてジュニアの試合が行われ、会場は本戦と入れ替わる。関西大学が A リーグに復帰した2013年は、総合関席戦の前哨戦として、4月に大阪ラグビーフェスティバルとして、花園ラグビー場で開催された。2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止。総部3年目となる1925年に陸上部、ラグビー部、テニス部の3競技対抗選定期戦が開催され、現在まで続いている伝統ある。 定期戦を戦っている。かつて、東西の名誉同士の定期戦と位置づけられていたが、1987年を最後に2010年まで連敗が続いていた。2011年に24年ぶりの勝利を果たした。2011年以降は、これまでの劣勢を逆転している。その背景には、関西大学の躍進もあるが、関東大学リーグで苦戦を強いられるなど、 法政大学の低迷も理由に挙げられる。なお、大学選手権でも対戦も多く、過去5回出場に対し、3度、法政大学との対戦が実現している。47年ぶりとなった第52回大会でも、セカンドステージ最終戦で対戦した。2019年度は、拳銃強奪,奪事件が、水田市で発生したため、安全を重視し、中止となった。 二千二十年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止。二年連続で開催されなかった。鉄敵の元作風、突き手たまける男の子ごそうの、世紀に密に九段飛びて、鉄脚火花する王者の強章に、上昇の誉れアリアーが東勝時の歌高らかに叫ぶ、館内フィフティーンヒップヒップフラーヒップヒップフラー4、ゼアゼアフェローフォーゼアゼアフェローフォーゼアンド。 ゼアフェローアソシエーション、オンザバスアソシエーション、オンザバス、千里山キャンパス、中央グラウンド、高槻キャンパス、高槻第一グラウンド。ありがとうございます。